ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2015年12月16日水曜日、四日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。ということで、はい、今日も私えっちゃんこと松崎悦子と、はい、ひでぞー吉田ひでぞーでお送りします。1時間どうかよろしくお付き合いください。はい、早いものでね、はい、ミュージックボックス水曜日は、今年今日で最後の放送です。はい、分かってました。今日最後ですよ、はい、早いね。今年2015年、あと16日、はい、残り16日で終わりです。はい、今年も1年ありがとうございました。本当に見てくださってね、メールを送ってくださった皆さんありがとうございます。なんとか1年進みまして本当に感謝しております。今日はとっても素敵なFacebook で告知させていただきましたが、大人な会話をしていただくゲスト来てますのでね、はい、私最後の1時間を華々しく元気に、ね、楽しく送っていきたいと思います。楽しみにして待っててくださいね。はい、いろんなことをちょっとやりたいので、最初のオープニングトークはもうさっさと終わりたいと思うので、はい、曲をね紹介して、はい、次のコーナーに移りたいと思います。一発目なんですけども、はい、ご存知銀ララさん、天の声さん、なんでしたら CD のジャケットだけ貸してもらっていいでしょうかすいません。ですね、銀ララズ覚えてくださってるでしょうか。元気な2人ですね、この2人。はい、見えるかな、元、ジャニーズの、はい、銀ちゃんこと山崎銀ちゃんと、菅野ララさんの2人がやってる銀ララさんの CD ができました。イエーイ、はい、告白するとこイエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。ついこの間です、12月7日リリースでございます。かわいいでしょう、ほら銀だら、聞いてくださいね。今日はこれのリリースを記念いたしまして、まっさらな CD 持ってまいりました。今日聞いていただきますのはね、この中からなんと7曲も入ってるんですよ。でこれをね、いくらで売るかね、リリースした時点ではね決めてなくって、金額も書いてないんですよ。で売れそうな手応えあんやったら2000円ぐらいにしてね、ちょっと安いパッパッと売りさばこうか、出せんぐらいにしようかみたいな話になってたので、今のところいくらで売ってらっしゃるのかは私情報を得ておりません。ここには金額が書いてないんですけどね、7曲入っています。で今日はこの中から、なるようになるさっていう、なんかあんまり力を入れずに聴いてもいいよっていう歌だそうです。それを聴いていただきたいと思います。はい、じゃあ12月最後の1曲目、銀ララさんでなるようになるさ。私がこうだの、おやかましいことです。お金も仕事も時間も出会いも天下の回り物。上着を脱いでボタンを外してサンダルと履き替えて、路地裏あたりを小銭を数えて自分で拭いて、背伸びをしたってその場しのぎさ、隣の芝生は元から青い、歩いて行こうよなるようになるさ、信じて行こうよなるようになるさ。
はい、聞いていただきました銀ララさんです。どっかで目かけしてこれ売ってらっしゃると思うのでね、どこでも買ってあげてください、よろしくお願いします。ということでお待たせいたしました、はい、ゲストコーナーでございます。今日のゲストは大人なジャスミン西田彩さんです。イエイ、よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。どうも、はい、いいですよ、その我慢しなくても、はい、ごめんなさい、はい、聞いていただいてる方びっくりしたでしょ。もう本当にね、このギャップが素敵なあやちゃんでございます。はい、あやですよ、はい、はい、ちょうどね1年前に来ていただきましてね、はい、その時ジャスミンさんというのはお二人でなさってる祈ってなんで、はい、前はお二人で来ていただいたんですけれども、はい、今日はちょっと無理を申しましてね、はい、お一人で来ていただきましたので、はいはい、よろしくお願いします。普段あまり喋らない、そうです、私は喋らない、喋らない方のあやさんが一人で喋るという、えらいこっちゃ、大変面白い展開になると思うので楽しみに聞いてください。すいませんが、はい、はい、番組の途中でもね、うん、メッセージ受け付けますのでね、うん、今日メールまだ言ってないな、メール言っとこ、ね、メール来ますので、うん、番組中でも来ますですか、はい、あやちゃんも来てくださいって言ってください、はい、来てください、はい、メールは私たちは、ね、元気な元なんですよ、本当に嬉しいので ね、どんどん送ってきてください。ひでぞーくんがメール番号申します、どうぞ、はい、じゃあメール来てください。99@shiga.tv99@shiga.tv でよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。はい、来るはずじゃあ今日はね、一、はい、人来ていただいたあやさんに、はい、いろんなお話を伺っていきたいと思います。はい、ジャスミンのこと知らない方もおられると思うので、うん、簡単にどんなユニットなのかを教えていただけますでしょうか。はい、ピアノのあきことボーカルあやで2人で、オリジナルの曲をやらせてもらってます。元気ない、はい、元気ない、元気ない、いや大人でしょ、あ、大人大人で言っときますね。2人でされてるんですね。あ、そうなんですよ、はいはい、ピアノを弾いてくださる方がおられて、はいはい、であやさんはボーカル、うん、はい、センターですね、はい、そ、いやー2人やしね、あ、そ2人でセンターはそうないですよね、うん、はい、そんな感じで。どんな曲をオリジナルっていうのはどんな、大人ですよね、一言で言うと大人な曲、どうなんだろう、でも癒しをイメージに、うーん、なるほど、ジャスミンなので、あ、そうですよね、多分皆さんにこう癒しを与えようと思って歌ってらっしゃる感じですか。そうです、そうです、そんな感じです。うん、はい、なるほど、うん、で今日はもういいやん、ジャスミンのことはせっかく一人で来てるからねあやさんにスポット当てましょう。あ、そうですか、はい、いや困ったな。そのジャスミンってユニット以外でも歌を歌ってるんですか。あ、たまにね、はい、他にバンドでちょっと歌わせてもらったり、はい、してます。あやさんは、うん、出た出た高笑い、ね、出ました。もうね困りますよ、ちょっと今日は大人でね、あやちゃん の、得意技は実はねボーカルとこの高笑い、うん、そう、ね、ほんまに場が明るくなるというか元気になるというかね、お笑いしかないみたいな ね、 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 もうね、どこ行っても分かるよってねいつも言われるんですけどね。意外と歌ってる時はね、うん、大人な感じのね、うんうん、ちょっとこう大人ですよ。ヒデゾー君と同じ匂いがするステージなんやけど。ああ、大人なんですね。明るいんですね。うん、いや、プライベートでは。うるさいんですよね。そんな感じ。普段はそんな感じ。大丈夫です。大人ですよ。わけわからん。どうしたらいいやろ私。わけわからんとこはいいな。ほら、これなんか。今ラジオでとんでもないことになってると思うな。そうです、なってますよね、うん、えらいこっちゃ、あー、もとい、はい、なんか笑ってるみたいななんか笑ってるだけやこのラジオみたいないいやん、絶対聞いて誰かみんな笑ってるは意味もなく、笑ったし笑うとこみたいな、うん、ねえ、ね、何やろうって、よく書きますからね、いいことですよ、楽しくってね、はい、ね、うん、思ってますかどこの方ですか。草津です。あやちゃん草津、草津ですか、うん、生まれも育ちも生まれは京都です。京都生まれで今は草津におられる、はい、はい、そうです。何聞いていいか分からない、どちらですか。え、皆さん、私も草津です。あ、草津、草津、あ、
一緒ですか、ご近所かもしれない、うん、みんな滋賀県です、ですよね、みんな滋賀県、そうかね、だから滋賀の人をピックアップしてる番組です、ね、そうです、ね、はい、何聞いてるんですか最初に言いましたやん、もう喋ってあげません、滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしていますって言いましたそう、いつもねちょっとちゃんと喋る相方さんの方なのでね、いいわ、でも困りました、ね、もうすいません、ずっと歌うことであるんですか、え、ずっと歌そうですね、ずっと 何かしらでやっぱちっちゃい時から歌う好きやったんです、そうです、ちょっとあの、うん、親がね私、うん、手挙げて発表せんへんし、うん、消極的やし、ちょっと歌でも習わせたらええんちゃうかいなっていうので、うん、小学校 3,4 年の時やったかな、うんうんうん、そう、近所の声楽の先生に習いに行ったのきっかけに、うんうん、習いに行ったんだ、子供の時に、おとなしいんです、うんうん、そうそうそう、子供の時に、うん、それから歌うのが本当に好きになって、そこからです、じゃあお母さんいいとこ見てはったんや ねえそうですね、でステージに立つって結構恥ずかしいじゃないですか、だって多いよね、気の弱い、うん、普段おとなしくてそんな人前ではっていう、うん、ようしゃべらんいう子が、うん、結構音楽やってるからね、ステージ上がると人変わるのよ、静岡が人変わるよ人変わるんですか、うん、変わるよ、一回ちょっと見てみたいんですけど、変わる変わらはるんですね、全然変わる、ね、しゃべってくださいよ、しゃべってます、10分後に面白いわ、面白いね、ほんまに、ほんまですか、面白いですね、その歌うっていうのは分かりました、で、はい、おとなしいのも分かりました分かってくれる、うん、嘘じゃないと思います、はい、あとなんかどんなことが、うん、こう例えばね、こう小ぎ器用な指先を使うようなこと好きとか、うん、なんかそれよりバーッと山登ったりするのが好きとか、あ、運動はダメですね、運動だね、全く無理、インドア派、はあ、絶対無理、どんくさいですから、さっき来る間にね、車で一緒に乗せてきてもらったんですよ、結構でっかい車乗ってはるんですよ、おとなしいでしょ、運動神経ないな、運転して大丈夫なんですか、いや、まあ、安全運転でもね、ずっとこっちの前の方で、ね、もう安全運転みんなに言われる、安全軽でいいんちゃうのこんな高級車のなんでもみたいな、どいてくれはるの、なんか旅行お正月どうするんですかって聞いたらね、うん、どこも行かない家にいますって、そう結構貯めたねビデオとか見まくるみたいな、そういう生活をしてるらしいですよ、おとなしいからもう突っ込んでくださいよ私一人でアホなこと言ってね、すみません、いや、はい、みんな家にいると何やろ、じゃあ料理はするんですか、いや普通にご飯は作りますよ、料理はする、うん、洗濯もする、まあ普通には掃除も普通にはします、普通にはする、面白ないな、面白ない、どうしよう、面白ないでしょ、ひでぞく同じ匂いするでしょ、でもえ同じ匂いする違うしって顔したそれ洗濯どうしって感じ、いや失礼 ねゲストよ、ほんまやわ、今年最後のちょっと聞きたいことない？聞きたいこと、ちょっと珍しい生き物やろ？生き物ほらまあ生き物ですけどね、そうなんですよ、木戸蔵君はこう声上げて笑ったりするの？さっきからね声出て笑ったりする、そう笑ってガハハとかって聞いたことないよ、そういえば、いや、いつも声を上げて笑ってると思ってるんですけど声出てないよ、出てない今日朝テレビでやってたけどね、ユキヒョウっていうヒョウがおるの知ってる？知らないです、ユキヒョウ、はあ、ヒョウの、うん、ユキヒョウって言ってこう、そう寒いところにおる、はい、だいたい全体にも白くってね、うん、で足がちょっと太くってね、うん、あの短くってね、うん、こんな崖みたいなとこもバンバンバンと走れるんやって、うんうん、ヒョウってゴワーって吠えるやん、うん、吠えるんですか、結構大きい声でライオンでもこうわーって言うやん、そいつもしかわいいわよ、ヒューってへーへー、ヒョウ大きな声が出ないようになってるんだって、なんでかって敵もいないし、で仲間ともね、仲間を作らないんだって、なんかあれ動物同士こう仲間でいろんなの連絡するために大きな声で鳴くんやけど、仲間もいないから声出す必要もないし、敵もいないから脅すこともいらんから、もう声が出ないようにもなってるんだって、
寂しい、寂しい、私も一人で生きてる寂しいけどそんな誰も呼ぶ必要ないからもう声出さなくていいとか、そこまで言ったらもう悲しいやろ、うん、もう雪ひょうはもうなんか私も来年雪ひょうの絵とか飾っていきようかな7000頭しかおらへんねんて世界に。いやでも貴重ですよね、1匹欲しいお友達話はすれましたけどね、はい、そうやって声をね、うん、もう出さなくていい、うん、いい生き方なんて寂しいじゃないですか。確かにね、なんかいいよね、キャラキャラキャラって、ね、笑うだけですけどね、私はね。ひでそくんもちょっと来年高笑いしてみましょうよ。やってみましょう、高笑いの練習。はい、どうぞ。高笑いの練習あ、ここはいどうぞめっちゃ困ってますよ。これ高いどうですよね。え、そうなんですかどうやどこまで行ったらいいんでしょうね。 C ですよ、ちょっと下げたいちょっと笑ってみましょう、笑ってみましてください、はい、上の胴出して歌うときはあれなんでしょうね、だってね、うん、結構高って言うもんね、どうなるもんね、うん、どんな感じなんですか今生で歌ってみてください。いやじゃあアハハって言って、アハハゆきひょうやんそれゆきひょうやん全然、うん、いいなあ。それ我慢してとかじゃなくてですよね。私我慢するのが大変ですもんね、うん、笑うなって言われてね。でも、あんまりね、そういうふうに楽しくね、うん、いわゆるその高い声で、うん、高笑いっていうの、うん、意外といないよね周りに。ああそういうふうに笑ってくれる人って、うん、あいないわ、林家パーコーいない聞いたことないわほらほらね、同じ感じやん、あの人あれだけで食べてはんねんもん。だってあれ唯一の芸でしょ。いいですね、ね、芸になるかな、あれであの人で笑顔、あの声がなかったら売れてないよ写真撮ってるだけだったらね初めて身近に、うん、だから、うん、生高笑い、うん、生高笑い初めていいわ、ね、ありがとうございます。楽しい楽しい、ね、それなんか録音してさ、うん、この人の高笑い何着ボイスとかね朝起こすほら、ね、起こすやつ、うん、目覚ましの声とかいいんちゃう。あやちゃんが起こしますかいつまで寝てんのか起きてやみたいなね、いいやりましょう。どうそれ、うん、売れるかな進めてみますというね、はい、このギャップでギャップがあるっていうのがこのあやさんのね魅力なんですけどね、じゃあギャップを聞いてもらいましょう。あそうですね、お願いいたします。ギャップを聞いてもらいましょう。そうこの今ギャップなんかな、ギャップですか。私は全然同じなんですけど、私やから、それはリスナーさんに判断してもらいましょう。あそうですね、じゃあちょっと曲を紹介していただいていいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと珍しい曲にいたしました。相方さんどういうか分かりませんけど、ジャスミンでスターレイン。
違う歌。レーカシャウレーレーカシャウ。ヒデゾーのコーナー。イイ、ありがとうございます。はい、ヒデゾー君のコーナーでございます。前来てもらった時とね、はい、ジングルの曲が変わってる、ああ、ね、気づきました、ね、今胡椒の歌になってます。胡椒なんですか、はい、名曲名曲名曲胡椒の歌になってます、はい、どうして胡椒なんですか。胡椒が好き。え、胡椒面白そう。振るのが好き。振るのが好き。胡椒振ってはる。いつまでも。これね、ちょっと歌詞、歌詞が。胡椒を振るのが好き。こういう歌詞になっております、はい、はあ、でまあね、イザドッグのコーナーなんですけども、はい、さっきからね、うん、さ聞いてもらったこの曲、スターレインっていう。かけようか。全然イメージ違うじゃないですか、このキャッタキャッタキャッタって言ってる雰囲気とね、ステージで歌ってる曲はの時は違うでしょ。かけようか。それはね、誰でもいろんな面があるよっていう話に持っていきたいんですけれどもね、ヒデゾー君にも、はい、いろんな面がある。あ、そう。そう、胡椒を言ってる。そういう違う面も知りたい、 知りたいでしょ。そう。だから今日のヒデゾー君のコーナーは、ヒデゾー君の違う顔を見つけちゃうぞーのコーナーです。よし。イエイ。じゃあまずヒデゾー君はパッと見てどんな感じに思われてるんでしょうか。どうですか。なんか、うん、マイペースで。うん、くらいって言ってたよ。そう、いや、だって喋ってくれないのですもん。まあね、そう、言葉をものすごくよくよく選んだとして、まあ、おとなしくね、まあ、静か、うん、言葉少な、あ、そう、うん、なんやろ、そんなようなイメージでしょ。正反対ですね。違うところが正反対。正反対だからそれ言い過ぎじゃないの。え、だから操作してるのは皆さんやと思います、はい、周りおとなしくしてもらってるの、させられてるんですよ。させられてるの。僕はそういうのじゃないんです。めちゃめちゃおしゃべりで、うん、言葉も多いし、うん、そう、明るいし、明るいし、そういうファンタジーですか。なんか聞こえてきた。いやいや、本当はそうなんです。ただそうやって、ま、え、な、今日 何食べましたか、うん、言葉に出すのに時間がかかるから、うん、考えてる途中やのに、うん、ってなってくると あの人喋らへん、言葉が少ないくらいってなる。あ、なるほどね。もうちょっと待てばよかった。待っててくれたらいいんやね。せやね、せや、待つことも大事やしね。わかった、わかりました。そういうことや。待てよ。待っとく。え、話終わってしまった。違う、いやいや、もっともっとあるでしょ。そういうことじゃなくて、ね、じゃあここでしか見てないけども、そう、うん、そうそうそう、じゃあここのスタジオじゃないところではどうしてるのかって話ですけど、うん、あ、そうですよね。まさか ねずっとねギター弾いて生きてるわけじゃないと思うので、はい、はい、まあ人並みに仕事もしてたりとかね、うん、してるんでしょ多分。一応ね、してるんでしょ、ね、でその仕事してる時はどんなんだろうって言ってね、そう、一回見たいなって言ってたので、はい、ぜひ。それはもう想像できないねっていう話をしてたんですけど、もうメガネをかけてます。ああ、メガネ、あ、このメガネですか、はい、これは仕事用なんです。仕事用なんですか。変身バンババン。で、こんにちは。こういう感じですね。すごい声量が上がったよ。そうよ、うん、迫力があった。名刺交換とかするんですよ、ね、そうやね、はい、シャキッとするんですね、名刺交換。名刺交換、じゃあ名刺交換の場面を、うん、ぜひ。どうも初めまして、頂戴します。もらうんですか。面白い。なるほど、っていうほら違う意味あるってことや、誰でもね、ありますよね、うん、あるある、あるある。どんなんですか。私、うん、一面、うん、あ、大体パッと見はみんなはね、うん、反対ですよ、ヒデゾー君の、うん、元気でね、うんうん、明るくってね、うんうん、いつも前向きでね、うん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 、っていう感じでしょ。で、ね、うん、
違うんですか。正反対です。正反対です、もう暗いし喋らないし、ネガティブやし。ほんまですか。そうはやっぱ見えない。いやもうほんまに暗いです。暗いんですか。とりあえず静かです。あ、はい、全然喋らないです。ヒデゾー君って反対やと思います。どっちかというとヒデゾー君の方がいいよね。普段静かやけどほんま明るい。私最悪やん、普段元気やけどめっちゃ暗いって。もうほんま暗いですよ、はい、全く喋らないです。ただ一人でテレビ見ててね、プとかなんかあの吹き橋笑いとかしてる自分がものすごい嫌。もう寂しい部屋でさ、一人一人が笑ってるのなんかもう自分が嫌になる。うん、真っ暗いんですいません。来年明るくなります。木曜木曜明るく。あ、こんな暗いおばあさんかなんやんね。ぐじゅ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 思ってさ、なんかこのみかん買うてきたけどやっぱりな、隣にやったやつの方がよかったな、これ絶対失敗したわとかってずっと悔やんでるようなおばあさんかなんやんか。本当におネギ買うのどんだけかかるんやって、もう数えてんねや、こっち6本入ってる、こっち7本入ってるわ、でもこっちの方が1本太いなとかさ。もうせこいくらい。あかんか、まあか、もうやめとく。もうヒデゾー君見習って明るくなるわ、うん、ね、ということでね、はい、みんないろんな面があるっていうことですよ、はいはい、まあちょっとコーナー、次のコーナーで天の声さんの裏の姿を、うん、はい、あ、ほんまやね、ぜひ、え、じゃあその明るくって言葉数が多くってよく喋るヒデゾー君の曲を聴きましょう、うんうん、はい、はい、それでは聴いてください。ヒデゾーでスライド。Thank you.
ージ。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、電話番号0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。自転車も聞いていただきまして、後半部に入っていきたいと思います。あやちゃん、続いてよろしくお願いします。お願いします。はい、曲始まってますけれども、はい、やすみんさんのサンデー、はい、これはどういう曲ですか。まず曲紹介からしましょう。あ、そうですね、はい、ステージが一緒にいて、うん、なんかラブリーな感じですね。あ、そういう曲。そう、そうなんです。ラブリーな感じです。日曜日に、楽しい、そう、日曜日にステージ2人で相乗りしてるわけ。気持ちいいねっていう。これはもうその笑い声似合うよね。でも、 でもね、これはこれ珍しくあきちゃんが書いた歌詞なんです。私じゃないんです。普段はそう、私が歌詞書いてっていう感じなんですけど、あきちゃん、こう、あきちゃん私生活が幸せやからこうねえ、うん、そうなのかな。二人とは乗ってはんのかなと思って。そう、乗ってそう。勝手に想像してたんです。そうでしょ、そうでしょ、そう、そうなんて怒られるかな。何言ってんの。いや、ラブラブな感じするもん。そう、 そうでしょ、うん、ねえ、そんなイメージが。なるほど、ね、私書いたら暗いけどね。幸せだったか。ふんですよ。はい、ありがとうございます。じゃあ、 あのさっきあの、うん、もう一つ別の姿が誰にでもあるっていう話でね、うん、天の声さん、うん、ぜひあのどんな人なのか、じゃあ普通はどう見えてるかいうところからいきましょうか。はい、どう見えてますか。知ってるのは。めっちゃクールな。クール、はい、出ました、いただきました、クール。はい、どうです。謎な感じ。うん、謎。ほんまに分かるんですよ。ちょっと人嫌いな感じ。しゃべりかけてあかんのかな。あ、ちゃらけない。あ、そうそうそうだよね、うん。笑ってくれへんのかな。笑ってって。それ愛想悪いってことですか。あ、なるほどね。ちょっと断る。で、あ、じゃあそういう風に見える天の声さんですが、うん、違う一面はどうかっていうことですね。はい。どうでしょうか、ご自分的に。僕ですか、はい、さっきのママだと思います。え、ギャップなし。ま、正反対じゃないんですね。はい、あ、じゃあクールで。ほんまですか。愛想悪くって。愛想悪いです。愛想悪い。はい、見たまんまなんやって。そうなんや。じゃあ見たまんまの人もいるんいうことですね。でも笑ってじゃあきっとね、そのあやちゃんのこの高笑いとか無視したから、うん、まあ、腹立って帰るでしょうね。もうめっちゃ嫌ですか。尺に触るみたいな。めっちゃ嫌。え、困ってある。もう巻きまえるみたいな感じなんですよね、きっとね。まあ、場所によってはそうかもしれませんね。いくつやねんってお前みたいな。こ、そうやな、もうボロクソ言ってません。それ実はえっちゃんが思ってることみたいな。嫌だ。そっか、じゃあ見たまんまの方もおられてるということですね、うんうん、いいことです ね、 ですね、素晴らしい、まあ、あの悪いやつじゃないんですけれども、うん、そのままですね。なるほどですね、はい、悪いやつには見えないですね、うんうん、には見えないですよ。悪いやつには見えないです。見えないですよ、はい、どう見てもうん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 、もうなんか
あ、怖いほどの善人にも見えないね。その通りです。なんかちょっとなんか練ってそうですもんね、うんうんうん、あ、でもそのままなんですね、うん、そっか。もう自分を犠牲にして人のためにっていう気持ちはないですね。正直偉い。正直そんなね、みんな相手によりますけれども、みんなそうですね。そんな誰彼なしに犠牲になってられませんやんね。 そう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 、そんな体一つしかないのにさ、はい、その全人類のためにそんないくつ体だって、ね、頼むのよ。そのマザーテレサさんでもそんなことできへんから。なんか炎上したらどうしよう。大丈夫です。文句があったらこっちにお願いします。松崎さんの方に、はい、全部こっちにお願いします。松崎さんの方に、はい、私の方に。もうすぐ死にますから全然大丈夫です。まだまだ若い人は助けてあげましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、もうこんな時間でございます、ね、あやちゃんの楽しいから、はい、ありがとうございます。笑って終わりましたけど、本当にもう今多分ね5800人ぐらい見てないと思いますよ、本当にもうあやちゃんファンが、はい、メールはね来てますのでね、はい、はい、その楽しい笑い声でメールに答えてあげてください。はい、はい、私もガラケーからほら買いましたよ。綺麗、ね、な色、はい、iPad Pro も買ったんですよね、実はね。どうやって使っていいか分かんないんですよね、まだ、はい、いや来てる来てる、嬉しい、やった、はい、ありがとうございます。リアラジさんです。皆さんこんばんは。クリスマスシーズンなのでイルミネーションが最近いろいろな場所で見られますね。まだ子供が小さいので遠くには行けないのですが、滋賀県でも結構見られるので子供と一緒に見に行ったりしています。皆さんがおすすめのイルミネーションスポットなどがあれば教えてほしいです。です。季節、もうリアライズさん本当にいつもね季節感ぴったしの質問ありがとうございます。どうですかおすすめのイルミネーション。え、なんかルミナリエこれこの間こけたよね。あ、そう、風で ね、大変でしたね。どっかありますかおすすめのイルミネーションは。菜花の里ね行きたいんですけどね。菜花の里有名ですね。そう、毎年ね、うん、有名ですね。なんか滝落ちてるらしいですね、うん、あとはイルミネーションじゃない時には行ったことありますけど、うん、お花の時もいいんですけどね、うん、どっかありますかおすすめのイルミネーション。僕はほんまにどこの駅前もやってますよね。あ、結構ね、うん、薄暗い、薄暗いのがいいの。のがいいですね。なんか神社のところろうそく並べてる感じ。 あれはあれでいいよね。 あれはあれでいいですよね、うん、落ち着く感じね。 あやさんはどうですか。え、いや私近場ではあんまりないですか。うん、リアダルさんごめんなさい、今日はね、ごめんなさい、誰もおすすめの場所はございません。あのちなみにあの安駅前もやってるんですよね。駅ね、安駅前もやってるんですよね。きっとね苦労して頑張って作ってくれはったやなというね努力などとっても見れますので、うん、安に来たら見に行ってきてください。はい、じゃあもう一個、はい、じゃじゃーん、じゃじゃん、あやぱーんって来てます。誰ですかこれは。あやぱーんって誰のことですか。もうね、あやぱーんって誰ですか。誰ですか。私しかいい日やん。他にいい日やん。いい日やん。あやぱんやって。あやぱんやね。今日は一緒に行けず残念です。一人で暴走しないか心配だけど。楽しい話期待してるよ。えっちゃん、ひでちゃん、お手柔らかにお願いします。相方より。はい。ちょっとユニットのね、相方の、ね、あきこさんからです。そうですよ。はい、暴走ね、ごめん。暴走しないか心配。暴走してません、今日は。してません。はい、暴走してません、ま、大丈夫やね、はい、大丈夫ですよ。もう天の声さんからに相当笑いを受けさせていただいて、珍しいパターンでございます、はい、相方さんつい聞きてますよ。あ、ここですか。ほんまですか。はい、え、どこで、なんて、ここに、いや、なんやろう、ここに来てる、早く。あ、あったあった、あった何、相方さんよりつい聞です。今日は天の声さんの全貌が明らかに面白かったです。そのままだったんですね。ねえ。自転車はママチャリ暴走してます。なんや、夢壊さった。え、これは何、あやぱんが、あやぱんがママチャリ暴走してるの。じゃあ私ちゃいますよ、私ママチャリ乗らないもん。あきこさんが、そうだわ、きっと。そうですよ、あやぱんはね、高級会社乗ってますからね。乗って危ないですよ、高級会社、ハンドルビューッと前の方に乗ってますよ。キュッて乗ってますから、キュッてしてるね、会社乗ってはりますよ。あきこさんママチャリですか。ちなみに、え、僕もママチャリ暴走してます。おー、それ意外。ママチャリです。カゴが前と後ろに。それ、それ意外やねん。で、手の手袋、あ、こうカバーがついて、あ、めっちゃ意外。ですか。ママチャリだけは乗らない感じ。ないないない、ママチャリ乗らない感じ。いや、めっちゃね、ほら違いがあった。もらったから。
だから乗るんですか。だってもったいないじゃない。じゃあそういうの気にしないんや。そのままでも乗ってるんですか。はい、ちゃんと手取るとかないですか。気にしないんや。便利じゃないですか。あったかいしね。あったかいしね。はい、過去も便利ですよ。あ、だからそんなね、人の人目とかは気にしないのよ。そうやね、気にしないですね。いいとこですね。いいですね。そうですね。あとそれなんかいいとこ見つかったじゃないですか。まや。株上がってるじゃないですか。それでもいいとこなんですか。いいとこですよ。いいとこだと思います。そんなカッコつけんとね。おしゃれじゃないということですか。いやいやいや。どっちを取るかですよね。どっちを取るかですよね。人の目ばっかり気にしてね、おしゃれなのか。ねえねえねえ、でもね、そんなもの気にせず我が道を行くけど、ちょっと流行は。うん、持ってないぞか、どっちが飛ぶかってことですよね。なんか我が道を行くと言われてますね。でもここ全員そういうパターンじゃない。我が道、まだヒデゾーかおしゃれかな。この人意外とおしゃれなんですよ、ね、なんかこだわりね。私はおしゃれなんか考えたことないですね。ほんまにないですか。全然ないです。でも昔の写真とか大きいです。いや、まあそれは綺麗やったからしゃあないです。あ、そう、はい、なんかかー言いましたけど。すみません、はい、じゃあもう一つ来てますよ。はい、はい、ありがとうございます。じゃじゃじゃーん、出ました、ダックスビルさんです。覚えてますか、前もダックスビルさん。なんかね、はい、覚えてます、いっぱいですよ。ものすごくね、はい、ランクアップしてますよ。すごいことになってますよ。いきますよ、はい、はい、ちょっと姿勢を正しますね、ダックスビルさん、はい、すみません、はい。1年間お疲れ様でした。いや、こちらこそお疲れ様でございました。いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで流行語大賞も決まりましたが、今年一番輝いていたのは次のうち誰でしょうか。お答えください。1人目、ロシアプーチン大統領。あ、渋いな。2人目、ラッスンゴレライの 8.6 秒バズーカ。3人目、セレブジャスティンビーバー。4人目、毎度お騒がせします、橋場秀吉の中国大返し張りの侍走りがモットーの杉江です。すいません、大事なところで噛みました。よろしくお願いします。すいません、どうですか、ちょっと幅広いですよ、ね、プーチン大統領、 8.6 秒バズーカ、ジャスティンビーバー、橋場秀吉の中国大返し走り侍走りがモットーの杉江です。読んでしょ。あ、なんか状況読めてますね。でしょ。状況読めてますね。ちょっとでしょ。うん、うん、だよ。え、でしょ。うん、じゃあ聞きましょうか。念のため聞きましょうか。うん、秀蔵さんどうでしょう。私もその杉江さんですか。うん、杉江さんが流行語大賞、うん、今一番輝いているのは杉江さん。うん、じゃあ念のため、うん、一目も気にせずカッコもつけず我が道を行く天の声さん。やっぱ噛んだらダメですね。あそこつつかれるか。うん、ということで、はい、まあ言い悪い別にして、まあ、一番ということで、はい、お、そうなんですか。プーチンですか。はい、輝いていたのはプーチン。まあ言い悪いは別にして、プーチン輝いてますね。確かにね、言い悪いは別だしね。変わった人ですよね。っていうか2番と3番がちょっとあれなんで、もうそこしかなかったっていうやつ。削っていくとそこしかない。あ、ラッスンゴレライよりね、あのこう目キュキュってする人の方が私好き。あの白目向く人。うん、個人的にはキュってしたの。何て言ったっけ。分かんないっす。です。それブラジオで分かるんですかね。ってやる人、知ってる人教えてください。こう白目向いてキュキュってする二人組が私は好きです。はい、はい、そっか。じゃあ私がこれもう言わんでも杉江さん2票入ってますからね。うん、はい、2015年12月最終の第1位は杉江さんです。イエーイ、すごい。本当にダックスビルさん、お世話さまでありがとうございました。本当にね、最後噛んで申し訳ございません。ちょっと一回リハをしときます今度から。これでもほんまにそう読むんですかね、橋場秀吉の中国大返し張りの侍走りって言うんですかね。うん、すみません、もう勉強足りません。はい、ということで、はい、面白かったでしょう。楽しかった。はい、今日はねちょっと最後いろいろ喋らなあかんから時間と、うん、残しておいたんですよ。はい、そうなんですね。何を喋るかと言いますとね、はい、やっぱり最後ですので、はい、今年1年ね、うん、頑張ったこと、うん、ちょっとあかんかったなって反省すること、うん、そして来年の抱負、うん、はい、それを手短に発表しましょう。皆さん一人ずつ発表、うん、じゃあ私がどんなことか簡単に先に言いましょうか。うん、今年頑張ったこと、まず読書です。
と去年、今年のお正月に今年は本はいっぱい読むぞって約束したので、うん、相当読みました。お、はい、やっぱりね、面白いですね。読みかけたらもっともっとってなるのでね、ほんまにいい本いっぱい出たのでいっぱい読みました。それ頑張ったことです。で、反省すること、ないです。ない、反省することなんかないです。完璧です。誰からもお忍びさせることはございません。ない、はい、ないです。来年の抱負、もっと本を読みます。おー、すごい。はい、私ね、ほんまに小説が書きたいですよね。それが夢なので、小説をほんまに一冊仕上げたいと思います、うん、はい、これ真面目に言ったよ私。いや、はい、どうぞどうぞ。頑張ったことは、はい、頑張ったこと、痛みに耐えられたことと、痛み、歯を抜いたんですけど、うん、痛かったの？もう帰りますって言ったんですけど、うん、それ歯医者下手ちゃう？ついたないよね。親知らずね。あ、痛い、痛いの？めちゃめちゃ痛いですよ。痛いね。1時間半ですよ。痛かったの？痛い、痛い。ずっと抜いてんの？1時間半抜きっぱなし。へえ。それをまあ帰ります。うん、まあ帰れません、帰ります、うん、で耐えたことは僕はよく頑張った、えらい。反省することはありません、はい、ありません、来年の抱負、抱負はまだまだ、ひっくり返したろうかなと思ってます。ひっくり返し、お、男らしい、男らしい。全然やります。やった、頑張って、男らしいぞ。すごい、全然やります、やります、やれます。頑張れ、必ず。言い切りました、ね、秀蔵君言い切りました、うん、来年は3倍も4倍も大きくなります。はい、はい、ではふみちゃん。ちゃうちゃうか、ごめん、ちゃう、私ふみちゃんのがいいな。なあ言われても、あやですよ。ぶんちゃん、はい、ぶんちゃん、あぶんね、あやですよ。まあ、やや言うてしゃあないし、しゃあないし言うわね、はい、あの頑張ったこと、はい、そやね、仕事も、はい、バンドも遊びもとりあえず何でも楽しむように頑張りました。前向きにね。何ぶりっこしてるんですか。え、なん、ちょ、ほんまですもん。だって前向きに頑張った。そうなんですよ。なんかこうプラスに、何でもプラスに取ろう取ろうと思って一応頑張りましたよ。それは偉いね。いいでしょ。偉い、何でも楽しまなそうやなと思ってやるようにやりました。偉い、偉い、習います。はい、はい、反省、反省すること、ないですよ、ない、ないですよ。ならしないよね、反省することなんか。もうね、振り返らないから。何言ってんの、反省なんて。反省なんかこんな感じも、そんなあるわけないじゃないですか。そう、ないです、ね、もうないんです、うん、ない、ない、はい、で、来年、来年の抱負、あ、ね、いっぱい笑って、はい、やっぱりこう幸せに、みんなをね、幸せにできるように頑張ります。え、まとまりました、ありがとうございます。まとまったでしょ。まとまりました、いいお話いただきました。今めっちゃ止まったけど、シーン。ちょ、感動した、ほんま感動した、言葉が出てきませんでした、うん、みんなを幸せにする。でもね、ほんまに思ってる。いや、分からないけど、周りにいる人はね、いい気持ちになった方がいいじゃないですか。あきこさんは幸せやからね。え、どうしよう、ちゃうわ言われたら。この笑い声でみんなを幸せになると思います、ね、はい、じゃあ人に、うん、人にね、いいところを見せようとしない、しない、ありがままに、ね、ママチャリで生きている天の声さんの、うん、頑張ったことを反省すること、来年の抱負をお願いします、うん、はい、頑張ったことは、はい、前回とちょっと1ヶ月前と被りますが、はい、ラジオを来年の1月で500回を迎えます、はい、おー、すごい、はい、あ、ミュージックボックスがですね、あ、素晴らしい、4月で10年になります。すごい、それが頑張ったことですね。よく続けてこれたなと、はい、すごいです、はい、すごい。で、反省ですか、はい、反省はやっぱり今回指摘されたことを、はい、がちょっとね、いけなかったなと反省しております。指摘なんかした、した、え、え、なんかえ、あ、愛想が湧いた。指摘じゃないですよ ね、 ね、そう見えるよ、違う違うだけの話で、何にも反省しております。はい、あのね、急に愛想をされても怖いですね。気持ち悪いですよね、なんか自分を犠牲にして
人を幸せに絶対気持ち悪い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 やめてください。気持ち悪いです。いいですか、はい、来年の抱負は、はい、ママチャリ道を極めたいと思います。おー、あきちゃんと競争や、はいはい、もうパンク修理もできるようになりました。今度じゃああきちゃん来てもらって、はい、ママチャリ話で盛り上がってもらったらいいね。なやってみましょう。じゃあママチャリ話で盛り上がってもらって、ね、はい、うん、ありがとうございます、はい、あもう一人ね、うん、メールではないんですけどね、うん、メッセージ送ってくれた方があるので読みますね、うんうん、はい、松崎さん、すいません本名で呼んでいただいてます。今日はありがとうございました。ラジオ聞いてます、うん、すごいです、うん、別にすごいんですよ。私もいつか出てみたいです。頑張ってください。いつでも出てくださいね。もういつでも出てくださいね。お待ちしてます、うん、ありがとうございます。聞いてくれてあるんですね、うん、ありがとうございます。ということで、はい、2015年もあと少しで終わります。ありがとうございました。今天の声さんおっしゃいましたけどね、うん、来月私たち1月第3水曜日またどっぽどのことがない限りやらせていただくと思うんですけれども、うんうん、501回目ということになります、はい、すごいですね。すごいですね。頑張りましたね、うん、デゾン君。もうすぐ9年に入るのよ、うん、すごい、うん、その間ね、こうなんだか普通だと揉めるとかね、うんうん、ちょっと方針違うとかね、うん、お前だけ目立ちすぎちゃうかとかね、松崎さん一人喋ってるやんって、うん、僕のいる立場あるのとかね、そんな話になんねんけど、これっぽっちも揉めず、すごい、1ヶ月に1時間だけここで出会い、ね、合わせたら結構な、でも計算してたんですよ、さっき1年間でね、6時間、あ、違う、12時間でやってるわけですよ、違う違う、うん、ということはもう60時間ぐらい一緒にいるわけですよ。すごいな、すごい、すごいですよね。で、一回も飲みに行ってないので、ねえ、ぜひ行ってくださいよ。一回ぐらい行きましょう。天の声さんとも行ったことないです。あ、そうなんですか。はい、すごいでしょ。いやー、なんでですか、絶対そんな付き合いが悪いんでしょうね。いいお話で終わらせていただきました、はい、でも来年もきっと頑張りますのでね、第3水曜日まで聞いてメール送ってくださいね。ありがとうございます。今流れてますのは毎年もうだから8回目ですね、クリスマスにはこの曲をかけています。シンタ君が歌っていますデジタルギャンズでアクリルマスソングという曲で今年もお別れしたいと思います。世界の中のクリスマスソングの中でこのクリスマスソングは一番素晴らしいと思っています。最後まで聞いていいお年迎えてください。本当に一年ありがとうございました。来年も聞いてくださいね。さあ、ありがとう、ありがとうございました。笑って終わりましょう。バイバイ。もういきなし笑い振るみたいな。